幌中島公園近くの居酒屋菜館。お気に入りのストーブの前からお客さんを見守っているのが柴犬のうずきちゃんです。お客さんが食事をしていてもおとなしくしているとってもお利口なワンちゃんです。いやでもやっぱ甘えてくるところが可愛い。大ファンなんですね。もちろん夜の営業は特別仕様。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。かわいいサンタクロースがいますよ。放送日がクリスマスということで特別にサンタクロースのコスチュームを着用。お客さんが来ると入り口まで来てお出迎えしてくれます。コロナ禍で苦しい中でもお店に笑顔を呼び込む大事な存在です。7割から8割は減になってると思いますけど、ワンコを目当てに来るお客さんもいますのでね、今はなくてはならないワンコになってますね。大好きなご主人のためにも来年はもっとお客さんを呼び込みたいと思ううずきちゃんでした。